来る、ちょっと来る、ちょっと。はい、今日はね、このリセットちゃんの、オフィスじゃないな、何？お店です。病院。病院世界リセットタイムさんからの配信でーす。はい、そうです。あとで、あの、ハピトレ体験コーナーっていう。音声入れの忘れてた。今も入ってます。はい。今日何回目でしたっけ？今日何回目？第9回目、奇跡、奇跡の回目です。奇跡の朝ですよ。おはようございます。はい、今日はこのね、美女軍団宮古島区エテ三連盟さんゲストに来てくれてます。よろしくお願いします。そして今日の場所はリセットちゃん、はい、リセットタイムさんから、はい、病院やったここお店です。お店タイムですさっき音が出なかったと全く同じこと言ってますけどはい、いけてますか、はい、で、後半ね、リセットちゃんのハピトレ体験っていうのもやってくれるんですよね、はい、楽しみです。イエーイ。明日お祭りがあるので、何の祭りだったせーの、宮古島ママ祭り、ママ祭りパパパラダイス、はい、どこで桜宮球場です。何時から？11時から3時半まで、はい、あの宮古島区民のお祭りがございますので、はい、区民祭りと同時開催しておりますので、今日はその特番をお届けします。イエーイ。どうも失礼いたしました。盛り上げるためにわざと、はい、わざとだそうです、はい、今日も元気にお届けする、パーソナリティのいのっちとてるみんと、そして映ってませんけど映ってます、たにさんです。はい、ということで、じゃあ美女エステシャン連盟さん早速行きましょうか。どんなブースを出すんですかね。はい、お祭りでは、祭りでは、はい、うん、こちらは僕がリーダー、うん、リーダーなんです。リーダーおの、リーダーちゃんです僕がリーダー、はい、こちらのお祭りですね。じゃあちょっと見せていただいて、はい、こちらのお祭りになっております。じゃじゃん、じゃじゃん、はい、今日もう15人も来てます。さすが、今日はね、あの美女軍団来るよと告知しましたところ、いつもの3倍見てます。ほんまや、おー15人3倍すごいです。盛り上がってます。はい、じゃあ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 、あ、そう、その T シャツかわいいやん。でしょ、ちょっと、デザイナーが、どうしたん、どうしたん、その T シャツ。チーム T シャツ作ったんですけども、デザイナーのゆかり江原さんデザイン、うん、すごいかわいい、宮古島の M をチームにした女の子のデザインです、うん、オリジナル、かわいいですね、すごいかわいい。みんな誰がデザインしたんでしょうね。ねえ、本当でもやってしまう、はい、よろずやいのっちさんと呼んでくださいでも可愛くてよかった、よかった、はい、皆さん可愛い、癒されるって書いていただいてます。本当ですね。オレンジにしたのはなんで、オレンジがよかった、ね、この間来ていただいた、うん、オレンジは爽やか、うん、オレンジお祭りなのでちょっと派手に明るい感じで行こうかって話になってかわいいねちょっとあのハロウィン先取りです当日もこれでいてくれんの？当日も、はい、絶対これがいい、絶対これがいい、これがいい、それがみんなほらしかいない、ね、猫
ほしいな。ね、ここにこう。そうですね。課金にないんですかね。あるんちゃう？ある。うん。ちょっとね、コスプレ入って。猫耳。いや、まあ個人的にはこの T シャツよりあの何？あの制服じゃなくて。なんでしょう。白衣？コスプレっぽいね。レオタードとか言うんだと思って。レオタード。レオタード。いいですけどね。でちょっとあの、はい、それぞれあのどんなあのお店してるかな。エステシャン連盟っていうことなので、やっぱエステシャンですかね皆さん。そうです。はい。宮古島のエステティシャン6店で、はいはい、ブースを出しております。あ、そうなんですね。はい。はい、じゃあ。坂井姉さんからどんな、はい、ご紹介の坂井姉さんです。どちらでお店は片町です。はい、片町で、はい、片町 のガソリンスタンドの隣で。分かった。トンタの前やな。ああ、そうです。トンタの斜め前。トンタの方が分かるんだ。そこでエステとまつげエクステ、はい、でスクールとか耳つぼなどしております。わ、う、あ、んうん。で当日は私はあの。ちょっと関係ないんですけど、タロット占いと、うん、で耳つぼ、怪しいタロットと耳つぼしますので、え耳つぼ、そう占いね、そう前回もその話が出てて、タロット占いすごいめっちゃ興味あるけど、はい、エステとどうつながんの言ってて、いや多分趣味ちゃうって言ってた、違います、つながってんの、すべてつながってる、すべてつながってる、もう心の悩みがなくなってやっぱり綺麗になるじゃない。ないです。癒しつながりで、癒しつながりでね、はい、そうです。そうなんや。ワンコイン500円です。ワンコインで、はい、いやいいですね、はい、タロットやってもらう。男性もいるんですか？もちろんです。よかったらご予約ください。仕事は仕事は占ってもらった方がいい。仕事は意外と当たるって好評なんです。そう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 ね、はい、はい、じゃあ、うん、はい、中ルルちゃん。あ、宮古島北通りで長るるっていうヨガとリンパセラピーのサロンをしてます福田です。よろしくお願いします。2回目です。本当ですね。赤い分見てもらったこの、ね、笑顔が何とも言いませんね。癒されます。ありがとうございます。当日はどんな感じですか？当日は私はハンドマッサージ、はい、フットマッサージ、ヘッドマッサージ、幅広い。ただ首クイックなど結構幅広くマッサージしますんで、遊びに来てください。はい。これは男性はいけるんですかね？はい、行けます。あれ？多分ね、行く日はないよ。そんな日はない。言うてるだけ。焼きそば焼かなあかんし、なんかTV で動かなあかんし。暇を見つけて10分なんで来てください、ね、はい、なんとか、はい、ちょっと今日来れなかったんですけども、うんうん、大東町のリンパマタニティセラピーのパエンナ白石ようなのも明日はやられます。親子ハンドマッサージってことは親子しか行けない？そうです。
何を忘れた谷さん。画像挿入時に音出せないっていう設定にしてました。喋ってた。今はこうです。今ここです。今まではこうやらかすな。来ました。来ました。ちょうど紹介せずに来ました。 T シャツある。うん、いいよいいよ、そのままで。あと何、あとは、あとはどんな感じかな。小顔矯正。はい。へえ。500円で、はい、いいね。ほぼみんなできますね、これね。すごい、今すごい人気あるよね、小顔。うん、それ男性も。男性も。オッケーです。もちろんです。はい。結構いりますね。財布持っていかないと。そうですね。本当ですね。一人一人。全部コース行ったら大体2時間近くかかるかも。そうですね。やってます。絶対無理やな。で、そのままで。で、今200円。で、また美女が到着したので、坂井姉さんの横行けるかな。入ってます。入ります。入れます。ちょっとずつずれていただいて。はい。宮古島エステシャン連盟のまたお一人であります、石井さん、サンドヒルさん、サンドヒル追ってますね。はい、はい、今ねちょっと自分たち の, あのお店の紹介なんかしておりましたので、ちょっとお店の紹介を、はい、サンドヒルのお店の紹介、うん、そうですね。北区、天満の、関西テレビ前にある、サンドヒルの石井です。はじめまして。で、内容どんな感じで。内容です、はい、フェイシャル専門と、あと箱庭セラピーっていう心理療法をしております、箱庭セラピーって、ね、うち娘大好きだけどあまり知らないどんなんか教えてあげてください。箱庭セラピーっていうのは皆さん体験されてますよね。あーこんなに人気すごいね。体験力めっちゃ面白いですよ。面白いですね。一言で言ったらどんな感じなんですかね。もともとは子供のためにできた心理療法なんです。それを大人のためにうちはしているんですけど、どうなんでしょう。箱庭を簡単に。箱庭は簡単に。自分の内面がこう、あ、そうですよね。おもちゃを砂に置いていくだけでこうちょっと分かったりするんですよね。そうそう。自分の内面をおもちゃに、おもちゃに表現するという、で内面磨きと外から他のエステストっていう感じで、外見はやっぱり中身を磨かないと、反映しないんですね、お肌にも。だからメンタル面をちょっと重視しようと思って心理学とエステを融合したお店です。これは男性は、はい、男性は箱庭セラピーのみ。残念そうな。ブライダルの方とかは男性もさせていただいてるんですね。はい。ちょっと遅かった。遊ばれることないですけどね。いやいや、直ない。おばちゃんが。どう言っていいか分からない。はい。で、当日は、当日は、はい、眉メイクレッスンですね。おー、いいですね。はい。お顔の印象って実は 70% がもう眉毛で決まるんですね。綺麗な眉。それぐらいピシッと。はい、大事なので、もう眉毛レッスンは500円で今回はさせていただきます。今日はあれですね、美女が続々来るんで、そうですね、どんどん出番は多分ないやろうなっていろいろとね、お客様とかゲストとか来ていただいております。はい、ありがとうございます。じゃあ眉か、これね、ちょっと直してほしいな。あ、それ男性はいけるんですかね。眉は眉、男性はどうでしょうね。そんなしたことないですね。そうですね、できることはできます。はい、じゃあちょっとちょうどね、ミヤパラのあれミヤパラのちょっと浦方さん、じゅんくん来たけど、ちょっと出ようか。あ、ほんまですか。今、今さ、特番
ミヤパラのもう前日っていうことでもう特番いう感じで今盛り上がっとって、うん、あやっぱりめっちゃ盛り上がってますね、はい、うん、なのでじゅんくんもこの宮古島エッステシャン連盟様に囲まれながらちょっと緊張するから緊張する真ん中に真ん中にどうぞオレンジだ真ん中に来ていただいてですね、おはようございます、はい、かわいいはい、こんな感じで、まあ、なんていう素敵な絵でしょう、ハーレムですね、本当がすごい、はい、ではちょっとどうですか、もうバッチリ準備バッチリ、いや全然です、準備はできますけどね、どうなるかは、まあ、そう今日のほら夕方からのちょっとそうですね、5時が勝負ですね、あの宣伝してあの時間がある人手伝いに来て、今日の5時から朝倉宮球場に来てもらえればいつでもテントの準備手伝ってもらえるので力自信がある方は力自信ある方は、はい、やる気あるなぁ、あの人当日パンフレットやっと完成しましたんで昨日寝ずに、あお疲れ様です、本当に頑張っていろいろねやってくれてね、もうね寝ずにやってくれてる、もうすごいわ、これでも、はいね、当日配るやつなのに今日完成して全部とかすらないとダメだし、おるの大丈夫、おろかどうなんですか、手伝おうか、一応金子さんに促した感じでコピーしてください、局長さんにしてくださいって、はい、わかりました、みんなでね、こんな感じで作り上げてるお祭りなんで ね、本当にあのこう、おるのとか間に合わへんかったらフェイスブックでつぶやいていただいて、みんなね、みんな集結するよね、区民センターに内職しますので、ぜひぜひみんなで作り上げていきましょう、はい、はい、あとなんか言うとことない？リーダーあーあれで進入しました、あの大会のこととか、なになに、あしてないですね、ミアリンピックのことしてないですか、エッセシャンチームの話でも20分あ、そうなんですか、さすが祭りの当日、ミアリンピックって言ってオリンピックみたいな形で宮古島オリンピックをミアリンピックでね、ミアリンピックって言います、はい、何するかって言ったら、アームレスリングやったり、うん、スリッパ飛ばしやったり、スリッパ飛ばしも、はい、はい、大声大会やったり、大声大会、アームレスリング昨日なんかね、あの、うん、持ってきました言うて書いてあったけど、すごい立派なトロフィーが、トロフィーもこの舞台もね、で、あの何やった商品がまたこれ、そうですね、これすごいことなんですね、すごい商品、豪華商品、まだ言わん方がいいの、そうです、言わない方がいいんじゃないですか、すごいことなんですね、もうすごいとこからすごいものを提供していただいてます、すごいことになってますね、はい、ということでとっても楽しみですね、参加者を募集してるんでね、はい、参加は、1時だっけ、11時に本部の前に来てください、はい、先着順、先着順です、あとね、お化けマン、あ、お化け、お化け屋敷もあるんですよ、お化け屋敷、はい、お化け屋敷もやってくれるし、あとどんな感じ、何があったかな、あと三好さんの言ってたリフティングとか、あ、ね、出てもらいましょうか、リフティング、何言ってるんですか、カメラの前で喋ってください、カメラの前でどうぞ、さあどうぞみんなね、この場所ね、めっちゃ緊張すると思うんですよ、谷さんも一回座って、谷さんも一回座って、大きいのがちっちゃく見えるよかったね、そうですね、どうすればいいんですか、うちのね、唯一20代のリーダー2人なんでね、可愛がってあげてくださいよ、本当に次のミヤコ島を背負ってみるんですからで背負って次うちらの子供に受け渡すというあの役目でございますからはい、で当日どんな感じで、当日うちのサッカースクールは、はい、中学生が、1時から手伝いに来てくれるんで20、25人ほど
来てくれるんで、その子たちが、普段練習してるリフティングとかの、見せる場所っていうのを作らせてもらって、で実演してくれるんで、ぜひ 見てあげてくれればなと思います。で僕自身は、サッカーボーリングを、ちょっとイベントとしてやろうと思ってまして、で商品がいろいろちょっと予定してたのと違うんですけど、宮古島出身のフットサルのプロの選手がいるんですけど、原田光平選手っていう選手から実際に試合で使ってた、ユニフォームのズボンにサインを入れてもらって、すごい、それをもらってきたんで、そういうのを豪華賞品ということで、あとボールとかも賞品でも出すんで、ぜひ来てください。もう男性も OK、 もちろんです。男性も女性も幼稚園児も全然大丈夫です。そこ大丈夫、谷さんでも大丈夫です。行きます。僕元サッカー部なんで。そうやな、今初めて補欠ですけど補欠っぽい。それちょっと言い過ぎ言い過ぎ大事ですよ、補欠は。そうそうそう、ベンチ温めるのもね、そう必要なんでね。何かあった時の2人のやつ困った時。じゃあ、リセットちゃんも当日ね、はい、はい、そうです。高塾さんと私の整体院リセットタイムが共同で出店します。そうそう、高塾さんがなんかアロマボトルを、はい、あ、先着、はい、先着100名 の女性と子供限定でアロマボールをプレゼントしてくれるそうです。やったー、並んでいいかな、会場全体をアロマの仕事もせんと並んでいい男性も並んで、男性も並んで、ワンコインフレグランス作りのみでお願いします。男性は、はい、もう暑かったらアロマのミストをこうちょっと撒いてくれるそうですよ。はい、もう本当に楽しみなんですけども、じゃあ、次また時間も押してることなので、てるみちゃんの手作りコーナーに行く前に、はい、谷さんにここに座ってちょっと続いてじゃあご準備大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあもうぜひみんな来てねよ。じゃあカメラに向かって、はい、じゃあ9月22日、 OK ね、9月22日、はい、さっきからせーの、来てねー、来てねー。はい、じゃあ、はい、てるみちゃんのコーナー行こうか。はい、はい、その前に大切です。その目谷さんマジですか。ちょっと座ってみ、この空間は結構きついと思う、はい、ちょっと酒井さん座ってあげて。はい、これ出したっていいの。いいね。そうですね、緊張しますね。どうどう、いい感じです。ね、女性の方中心に配信させてもらってるんですけど、これはきつい。それは嬉しい。嬉しいよ、もう超えてしまって緊張が。まあ、先週も大概のろけてましたけど、今週もかなりちょっと恥ずかしい状態。次行きましょう、次。はい、ありがとうございました。何のタイム。やばいやばい。毎回いじられております。テルミちゃんの、はい、時間押してるよね。はい、押してるけど省きません。まあ別にね、はい、1時間で決まったわけじゃない。はい。いろいろ、ね、身長直前時があるから時間通り行きましょう。ということで、はい、今日は何作ってくれるの、テルミ。今日は手作りのスムージーを作ります。イエーイ。ではちょっと今日は助手が来ておりますので帰りますね。はい、助手どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、こんにちは。イエーイ。はい、助手は助手じゃないけど助手お友達のりょうこちゃんです。イエーイ。もう朝から華やか。はい、ではでは、はい、今日は
材料はあの凍らせたフルーツと、うん、あと牛乳です。イエーイ。今日はマイミキサーを実際に使いました。ガンガン酒井さんと同じの持ってるそうです。爆発実験コーナー始まりました。誰がそんなこと考えたのかな。爆発実験コーナー今日もドカーン。バナナバナナを入れるとあの美味しくまとまるよ。あ、入れすぎた。これこう凍らせてある。凍らせてある。ちょっとブルーベリー、凍ったブルーベリーですね。はい、これはまあどこの家にでもあるブルーベリー。ちょっと残したのも凍らせて。今日はリンゴ、リンゴで凍らせたリンゴ。え、量は適当でいいの？適当です。適当です。こんな感じで、はい、で牛乳を入れる。はいはい、牛乳は特に何でも、はい、何でもいいですよ。豚どこだっけ。あってよかった豚。ちょっと作れないっていう感じ。どういうの。顔面いけてる。
バナナ味。バナナ。爽やか。うん。うん、あっさり食べて。これ誰に回そう？すごい美味しい。美味しいね。美味しそう。今日はでもね、食材はまともな食材を使ってあれいつもまともですよバナナの味だ。はい、美味しいです。これ朝とかもいいかも。そうね、なんか朝ごはん帰りにもなりそうで、すごい今回も簡単でよかったです。ありがとうございます。作ってみてね。ということで、あ、待ってください、レシピをまだ出して。あ、そうでした、レシピ、レシピ振り返ります。振り返って振り返って、りょうこちゃんが作ってくれてな、レシピです。レシピです。材料は冷凍のフルーツ、食べ残したフルーツをあの、小さでもいいです。小さくがコツです。小さくしないとなかなか砕かない。蜂蜜今日入れ忘れたけど、蜂蜜は入れてね。あ、でも甘いよ蜂蜜。十分、そうそうそう、美味しかった。子供にもいいね。手順です。手順です。ミキサーに冷凍フルーツを入れて、はい、あのフルーツが隠れるくらいの牛乳を入れて、あ、そこが足りなかった、ね、ちょっと足りなかった、ね、様子見ながら、はい、あと好みで蜂蜜で甘みを入れて、ミキサーにかけて、完成です。美味しく、あ、ここ何何、あ、お野菜を加えると健康的、あ、野菜もいいな、野菜もね、はい、いいかも、やってみよう、はい、うん、作ってみてね。作ってみてね。はい、美味しい美味しい。ずっと食べてしまいそう。このね、この後なんだっけ。この後なんだっけ。はい。あ、この後はいよいよ、いよいよ恐怖の恐怖。恐怖を言ってる。恐怖じゃない。あのリセットちゃんのハピトレ体験ということで、谷さんに犠牲になっていただいて。犠牲。いやいや、あのね、体をコキコキっとちょっと教えてください。ね、ちょっと歪みがね、心も体も歪んでるので。じゃあ今回初移動します。今回初移動です。移動です。カメラも移動。このままいいんです。で、この電源をあ、もう抜けてる。 e モバイルの電源も抜いてください。これ、あ、それそのまんまでいいです。はい、それも全部抜かなくて大丈夫です。この線だけ、この線無駄なか、いいね、もうそれだってフルーツが浸かるぐらい余った、食べ残した、これするわ。はい、いけた、はい、が、ハピトレってどんな感じ？ハピトレは、はい、うつっと大丈夫です。マイクちょっと指向性、はい、大丈夫です。まあ、ハピトレ始まるよ。邪魔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 谷さんにはこんな感じでいじめられてるんですけれども、はい、今から、生体リセットタイムの瀬口純子が送る、はい、送る、はい、送ってください。谷さんの前、さんリセットさんの前にめっちゃかぶってるんですけど、はい、はい、大丈夫です。はい、OK です。携帯が取れない。
じゃあ、マイク。何年か。ああ、はいはい。レックス先生が送る、ハピトレ体験コーナー始めます。イエーイ。笑われる。はい、皆さんマッサージとか整体院とか接骨院とかで、まあ、腰痛とか肩こりとかなると、まあ、行くと思うんですけれども、どうしてもマッサージとか整体とか一回こう受けたらすごく楽になるんですけれども、またなんか帰って巻いていい？はい、時間が巻いてるようなので早速前振り出して要は歪みが治るということですね。はい、歪みが、はい、良くなります。歪んでる体を歪みを治してもらうと。はい、トレーニングで歪みが治ります。はい、じゃあまずは何をしたらいいですか？はい、まずですね、はい、ちょっと鏡の前立ってもらって、まあ鏡の前に立ってもらうんですけど、ちょっとカメラの前に、カメラどう映ってますか？これが正面。これが正面です。はい。じゃあちょっと谷さんの歪みを今チェックしていく、いきますけれども、はい、ちょっと肩がこうなって、そうですそうです。で、もうベルト、もうベルト見る段階で、もう歪んでるの分かりますか？こうやってるね。っていうことは骨盤が歪んでるってことですよ。歪んでます歪んでます。はい。結構男性とかベルトを見てもらうと骨盤の歪み。歪んでます。はい、分かります。はい。あと横を向いてもらうと、はい、典型的な猫背です。そうですそうです。猫背です。さんの自覚ですね。これ治らなくて困ってるんですよ。はい。この猫背をね、ピシッと良くして。マジですか？はい、できる体操、ハピトレを教えますので、まず正面見てください。はい、はい、で、やり方なんですけど、はい、これ映ってますか？はい、谷さんが分からないちょっと谷さんで教えますね。はい、はい、まずですね、このコマネチのポーズやってください。足はちょっと開く、ちょっと肩幅を開いて、コマネチのポーズをして胸を張ります。はい、かかととつま先揃えて、あ、ここかかとを揃えてもらって、はい、この状態で目線の奥に、ちょっとカメラよりも奥に行ってもらって、はい、お辞儀します。もう少し目線遠くですね、ちょっと顔をそうで、ゆっくりお辞儀、お辞儀するんですか？そうそうそう、で痛いですか？はい、じゃあゆっくり、はい、じゃあこれをもう一回ぐるー、もう単純にちょっと胸張って、ここまでしよう。どうしてもね、猫背の人ってこうなってるんですよね。っていうのはすごい、ここは硬いんですよ。なのでしっかりコマネチ、コマネチ、コマネチ、これで胸張ってますね。はい、で、ここで曲げる意識で曲げる。はい、シュール、シュール。はい、じゃあ手を下ろしてもらって、はい、で、今の段階でベルトどうですか？少しまっすぐなってませんか？ね、はい、で、横向いてもらって、おぉ、猫背だ。うわぁ、猫背だなぁ。猫だってます。すごい、すごい。こんだけで、はい、たったこんだけです。ちょっとマシになってるじゃないですか。はい、全然マシなったの。体どうですか？軽くなってないか？おしっこした何言ってんの？トイレ行き忘れる。朝はい。でも全然ね、肩が軽くなった気がします。すごい、この辺が。おー、いつも重いもん持ってくるんですけど、軽い。大ちゃんいつもこう、そうなんですよ、片方に下げて。あ、それあるな、あかんねんな、あんまりだ。これ ねじれて、だからベルトがこう、あー、なるほどね、こう歪んじゃうんですね。はい、だからでもこっちにかけてもらうとか、ちょっと左右にかけてもらうと、左右にやってもらう。え？なので、はい。なので、これ毎日。毎日？毎日です。毎日できるじゃないですか、お辞儀は。
サッチーもやってみようかな。どうぞ。サッチーもやってみよう。影のプロデューサーお願いします。影のプロデューサー、イエーイ。サッチー登場、イエーイ。なんかボケてます。ちょっとあの前屈サッチーファンの皆さん見てる。ボケてますよ。イラリチェックから入ります。はい、ボケて。あ、腕を下ろしてください。はい、そんなことは今までなかった。ちょっとやっぱり、まあ、ピントは合えへん。ピント合ってやる。ロボちょっとすいません、初めての事象で。え、ピントが。あ、ありました、ありました、ありました。戻りました。びっくりした。サッチー登場にこうピンポン。前にカメラもビビったよね。手がこうなってます。びっくりした。わかりますよ、手が。傘が前に入ってるので、手が前になってるんですけど。サッチー出た。本来こうね。サッチー出たらぼやけたって感じ。そういうこと？そこにもいっぱい来てんじゃん。横向いてもらう。初めてです。お前ら怒る。なんで急にって書いてある。前ってこと？はい、前にこう。入ってるので、どうしても肩が前に入っちゃうと、肩こりとか首こりの原因になっちゃうので、これは姿勢をよく。サッチー、僕よりは猫背じゃないですよね。そうですね、一緒にすな。サッチーさんの方がすごい猫背です。見えた、ハート。サッチーファンがハートを言ってる。この状態ちょっと前屈してみましょうか。前屈、前屈、ここです、こうです。柔らかい、結構柔らかい。あ、意外と。そうよ、前屈はいけない、手長いな。何こういうの。マジですごいですね。一緒にせんといて。はい、ちょっと後ろに反る。怒られる、うん。逆に反る方がやっぱりこう。キャー嬉しいって書いて。ちょっと言ったら前にこうおかしいね。こうしてもらってこう。はい。はい。痛い。痛そうですね。すごいここが硬いの分かりますか？うんうんうん、普通こうブリッジするみたいに。私もなるよ。こうなるんですけど、このまま棒みたいにこうなっちゃってるので。それを今のこのほじぎの体操でパピトレでコマネチして、コマネチしてカメラ向いてやって、下がってからコマネチして、コマネチして、肩を揃えてもらって、はいはい、はい、で目線はもう谷さんよりももっともっと遠く遠く見てもらう感じでほじぎぐーっと。あ、めっちゃ綺麗ですね。怖い。怖いな。はい、もう一回、はい、あ、もうちょっと下ですね。ここのこっから曲げる意識です。股関節、はい、腰が悪い人に多いんですけど、こっから曲げてしまうんですね、うん、じゃなくてこのコマネチライン、股関節のラインからいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。こっちでみんなでやってんねん、これ。全員戻って、全員で股関節。あ、胸がすごい開きました。どう？おー、すごい。バサーッ。上がった。あ、上がりました、上がりました。ちょっと横向いてもらうと分かるんですけど、ここが開いて。マジで？はい。で、バストアップです。そうです。お、すごいすごい。今夜からみんなのハピトレ。イエーイ。すごい。全軍巻いた方が。イエーイ。猫背だね。あ、よくかなりよ。行きましょう、行きましょう。行きますか。みんな。じゃあ、ジュンコもいつもかけてんねん、これ。そうですね。ジュックとか。あ、え、トシってもしかして同い年ですか？僕、22です。あ、なんか、似てる方が同級生にいた。あー、すごい、よく言われますから、よく。運命の出会いかな。もしかして同級生。運命の出会い。こんなところで展開されるとか。はい。はい。お待たせしました。ありますか？腰痛いとか肩痛い。あ、膝が痛い。膝が痛い。膝難しそう。22歳で膝が痛い。あ、成長痛がちょっと、ね、意味で。あ、成長痛。成長、まだ身長がすごい伸びたから成長痛。運命の出会いです。はい。まあ、谷さんと一緒で、まあ、歪みチェックしていくんですけど、猫背です。はい、猫背な。めっちゃ言われます。はい、横を向いてると。性格性ね、高くてかっこいいの。はい。もったいない。あと、あ、もう一回ちょっと正面向いてもらって、剣の姿勢に似てる。若干ですけど、足のここが開いてる。あ、そうです、大脚ですね、はい、それがちょっと
成長痛になっている可能性があるので、横脚を治す、はい、それも全然これですごいですね。かとを揃えてもらって、はい、でしっかり姿勢を正してもらって、でこのコマネチですね、ここ、そうそうそう、でこの時にどうしても猫背の人こうなっちゃうんですね。そうそう、もうここがカチカチになってるから、もう癖でこうなっちゃうんですけども、その時こうしっかり、おお、かもうこれだけでかっこいいですね。全然違う、もう全然なんか印象が、これだろ、こうだろ、あれでください、はい、でゆっくりこうおじじこうしていきます。で目線もっと遠くに、はい、おお、はい、で引き上がるゆっくりもうちょっとぐーっと真剣ですか、真剣猫で4足して魔法のポーズ、こうしても魔法こう曲がっちゃってるんですね、はい、これをしっかりとこうで、ここの股関節から折りたたむ感じで、あ、そうそうそう、ここをね、しっかりと、そう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 、おお、はい、きますね、これ確かに、きますでしょ、きますでしょ、きますこれ、はい、はい、じゃあゆっくり下ろしてもらって、お、ちょっと横向いてください、わかりました、おお、すごい胸張ってんの、え、なんかちょっとまっすぐに、もうちょっとこう。そう、おお、全然違う、全然違いますよね、さっきと、へえ、分からへん、はい、だから下向いてる癖があるので、もうちょっと目線を上げて、はい、ということです、はい、胸張って、でここで曲げる癖があるので、はい、意識したら変わりますか、変わります、はい、ここで曲げちゃうとやっぱ腰腰痛になったり、もうやっぱぎっくり腰の原因になっちゃったりするので、ここで曲げずにここで曲げるようにしてください。はい。はい、ありがとうございます。質問が入ってます。はい、呼吸はその時はどうしておいたらいいですか。呼吸ですか。呼吸は止めなくて自然に。こうもう普通にスースーハーハー。スースーハー。で特に止めたらダメで、普通に呼吸をした状態で。でポイントがやっぱりここの股関節から折りたたむ、そうそうそう、どうしてもぎっくり腰とか腰痛の人ってここで曲げる癖があるんですけど、すごいここで曲げちゃうと危ないんですね、本来体ってもっとここの下でこう曲がる仕組みになってるので、しっかりここで曲げるっていうのを意識してやってみてください。なるほどですね、はい、なので家事とかもどうしてもこうやって、うん、子供とかこう抱っこしてもここで曲げてるお母さんたち多いんですけど、もうだん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 そうするとバストダウンになっちゃうので、もうここでしっかりこう曲げて洗い物をしたりとか、映ってますからねこっち抱っこしたりとかすると本当に腰痛にこれだけで予防になりますので、何でやってみてください。1日何回ぐらいしたらいいですかという質問が、ああ本当ですね、すごい、まずすごいぎっくり腰とか痛みがある人は、まあ、痛くない程度にまず3回ぐらいから始めてください。え、3回ですか、1日、はい、ぎっくり腰とかすごい痛い人はで、すごい健康な人はもう大体10回効果やってもらうここからいいですね、はい、で気がついた時こうなんかこう洗濯物する時とか洗い物する時に、その作業の前に一回こうやってもらってから作業を始めるだけでも全然違います。なるほど、はい、なんと今20人も見ていただいて、すごいよこの時間で、この時間すごい、なんか質問が素晴らしい、はい、朝と夜とかだと、朝と夜でもいいですし、どこでもどこでもいいんですか、はい、やってもらって全然立ったままできるので全然どこでもやってもらって大丈夫です、はい、ただすごい痛い人は回数3回ぐらいできる範囲内で曲げてください。痛いのにもうものすごく曲げたりすると逆に痛くなっちゃうので、はい、わかりましたでしょうか皆さん、はーい、
どう最後終わればよろしいでしょうか。このままでいいんじゃない。このままいきましょうか、はい、あとじゃあちょっとだけ告知をしておきましょう。はい、はい、告知タイムセットタイムさんのホームページです。こちらを見てあのまたお問い合わせください。はい、あと楽ちん枕こんなのも売ってます。これどんなもんなんですか。楽ちん枕。そうですね、楽ちん枕ってこう、あそこでもこれなんですけども、頭の下や首で寝るの。そう首に当てて、うん、寝るだけで姿勢が整うものです。はい、いくら。これは値段は8400円です。安い。パパの誕生日プレゼント。ああ、プレゼント。結構男性の方、結構まあ、花柄で。ピンクしかない。そうですね、ピンクしかない。まあ、女性に人気の商品です。で枕よりやっぱりこの首にで寝る方がいいのかな。そうですね、頭こうしちゃうと息が止まっちゃうので、はい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 、で首の重みでこう、自然と伸びていく枕なので、すごい肩こりを、あと骨盤歪んでる人とか、あと姿勢がもう猫背の人なんて、谷さん使ったタオル猫背良くない。そうですね、はい、お買い上げです。ちょっと奥さんに元気あげます。はい、これ持ってるっていう人です。お、持ってる人がいるんですね。おお、ありがとうございます。もしかしたら買っていただいている方なのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。見ていただいて、はい、今日はなんか体にいいことばっかりでしたね。スムージーとか。そうですね、はい、あとは、猫背が治る、うん、猫背、あと肩こりも楽になるので、うん、肩こり、腰痛ですね、うん、これ上げると、はい、場所は、場所ですか、はい、リセットさんに。場所はね、総合医療センターの裏側のところから入ると分かりやすいです。はい、はい、あ、桜の宮駅と宮古島駅の間のところに、の住宅街のちょっと一角にあるので、わからない方は電話をしてあげてください、はい、という感じで大丈夫ですかね今日は、はい、では、じゃあエンディングをしないと。エンディング皆さんでここでエンディングカメラこっち向けますね。はい、そっちですか。でもこっちにしましたよ。皆さん、じゃあさようならの時間がやってまいりました。今日はちょっと変な形ですけど、はい、さよならの時間、はい、どこに行く。じゃあ入ってる。入ってます。肩こり効くのですかということなんですか。はい、肩こりもバッチリ効きます。スタイルがいい、うん、スタイルも、はい、姿勢も良くなります。そうですね、これで僕の体の歪みは少し治ったので、あとは心の歪み。ちょっと無理かもしれない。蓄積されすぎても治らない。という感じで、今日はこれで終わりです。はい、じゃあなんか、エンディング、はい、9月25日。はい、9月25日。ゆなさんのライブが日本橋のタイルド付きであります。皆さん来てください。次回は大物ゲスト来ますと、と大物アーティスト、ようやく僕も分かったんですよ、フェイスブックで。宮古島区のミュージシャンね、はい、まあ、来週かちょっと分かんないですけど、あの出ます。近日登場で、はい、近日登場、はい、宮古島。じゃあ明日はあの宮パラにみんな来てね。ビデオ組んだ前にね、はい、来ていただいて。じゃあみんなもういい。バイバイしてください。明日宮原に来てね。言わな。ほんで5時から手伝いに来てね。今日の5時からボランティア桜の宮球場に手伝いに来てね。来てね。来てね。じゃあ明日宮原に来てねで行きましょうか。じゃあ明日、宮原に来てねー。
また来週。また来週。